絶対に4回まではやりたいという杉田竜平。今第1ラウンドゴングが鳴りました。両者ともにベストコンディションで臨んでいます。東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ、チャンピオン白いトランクスリビンのタイガーアリ、そしてどうぞ今日はシューズもそしてグローブまでも黒にいたしました杉田竜平です。富樫さん、はい、黒のグローブってちょっと珍しいんですよ ね、お互いが違う色をつけるのが初めて見ましたね、はい、赤のグローブをつけているのがタイガーアリ、そして黒のグローブ、この黒がとても好きだという杉田竜平です。といえば東洋太平洋の先にチャンピオンになりました中野博士がタイトルを取った時は白のグローブだったんですね。あの時には両者白でした。杉田竜平はとにかく今は本当に調子がいい、ただその調子がいいと言っても試合で出さなければ何もならないんです。きっぱりと言っておりました。まあ、攻め込む時はね、いいラッシュしますからね、はい、今日もそれ見れると思いますよ。4回までは点を取られないようになるべく後半勝負で持っていきたいんだということを言っていたんですが、薬師寺さん、はい、スタミナでは自信持ってるようですね、杉田は。ガラもしっかりと入れてくれて、ハンタッチされて、ブルーラッキングにするって言ってると思うんですね。彼があれですね、実は16年、17年間と戦い続けると、この人も18年目なんですよ、プロ。どうしてかなと思ったら、やっぱり単勝だかなっていうのもありますね、これね。ああ、そうですか。はい、ここプロス見だったらここまでやってこれたかなっていうのもあります。おお、ところが深くて打たせないから、長持ちしてるんですね。顔を見たら本当に65戦今までやってきたのかというぐらいの顔してますね。だからいかに打たしてないで勝ってるかですよね。右のサイド右フックからね、右のアッパーを強く打つんです。あのアッパー怖いですよ、はい、だからあんまり近づきすぎて感情になるとアッパーが盛り込まれますね。4回までは4本見ていくというのが畑中事務陣営の課題だったんですが、杉田、当たるかなと思って調子に乗っていくと、はい、4ラウンドまではそんなに無理をしてはいけないんだということを畑中会長は言っていました。いいですよ、でも相手がロックを背負ってますから、有効ですよ。こっちはこの右のストレートが伸びるんですね。これが一つ有効な武器になってきます。まあ、4ラウンドでは見ていけと言われているけれども、やってみないとわからない、そして当たるようだったらば気分は第一位ですから行くといいんですと。目が赤くなってませんか、右フックもらって。あー、はい、目痛めてますからね、前の人は。左目網膜裂創で1年2ヶ月のブランクがありました。タイガーアリは、ね、